こんにちは、スティナディレクターのさゆりです。今日はバレエ対談ということでスペシャルゲストに来ていただきました。イングリッシュナショナルバレエ団プリンシパルの加瀬しおりさんです。よろしくお願いします。ではしおりさんにいくつかたくさん質問していきたいと思います。ではお名前は？加瀬しおりです。名前の由来は？何回も母に聞いたことあるんですけど教えてくれないんですよね。なぜか。何なんでしょう。生年月日は？1991年の11月11日生まれ。自分の性格を一言で表すと？マイペース。マイペース。長所は？いいことも悪いことも一つのことに集中できること。じゃあ逆に短所は？逆に一つのことに集中して しすぎて他のことができないこと。休日の過ごし方は？結構ダラダラしてるか、うん、家の掃除ですね。好きな異性のタイプは？優しくて面白い人。好きな同性のタイプは？すごい謙虚で尊敬できる人。過去一番高い買い物は何ですか？プリンシパルに昇格した時に自分のご褒美として買ったバッグ。素敵ですね。もう今でも使われてます。はい。今ね、プリンシパルになられた時のお話が出ましたけれども、続けてバレエ編いきたいと思います。バレエを始めたきっかけは？母がこう若い時に発表会見に行った時に、自分に娘ができたらバレエやらせたいって思ったみたいです。なるほど。お母様がやられてたと？やってないです。はい。そうなんです。一番辛かったことはありますか？2016年に怪我した膝を、大怪我しまして。そうなんですか。手術も？はい。前十字靭帯切ったんです。はい。あ、そうなんですね。どれぐらい復帰まで？お医者さんには12ヶ月から14ヶ月って言われてて、でもその年は日本公演を控えてたんですね。なのでそれまでには絶対治したいって思って、でそれには間に合ったんですけど、やっぱりその後右足は今度が悪くなったりとか、こう、こうバランスが悪くなっちゃって、こうオンオフ状態が結構あったので、もう 2,3 年ぐらいはやっぱりなんか違和感というか。そうですね。じゃあそれが戻ってきたのは今に3年ぐらいかかった。そうですね。なるほど。生まれ変わるとしたらバレリーナになりたいですか？ならないと思います。これで、ね、結構本当に今までたくさんのバレリーナが出演してくださってるんですけど、ほぼみんなならないってことですけど、それなんか理由はありますか？バレエ大好きですけど、普通の生活してたらどうなんだろうって、思うこと。バレエしてるとこう、ね、それだけ、まあ、それだけじゃないですか。なんかこう友達と遊びに行ったっていう記憶があんまりなくて、こうバレエだけっていう感じだったので。すごい経歴の持ち主で、あの14歳でね、イギリスの、に渡られて15年。はい、もう半分、人生の半分を、ね、海外で過ごされてるという。初めてこう14歳の時に海外に渡った時はどうでしたか？何も考えずにこう突っ走ったっていう感じで、今考えたらよく行けたなって思うぐらい。今のね、あのイギリスとまた十何年前のイギリスって全くこうね、環境も違うでしょうし、やはり今は結構簡単にこう連絡が取れるじゃないですか。そうなんですよ、ね、私もパソコンも持っていかないで、こう寮にあるこうあのコンピューターで、でもちろん日本語打てないので、ローマ字で母にメールしてっていう感じだったので、電話も1ヶ月に何回かぐらいで、今はもう無料で、ね、羨ましいですよ、電話の、ね、本当に。でもそんな中、こう14歳であちらに行かれて、何年間学校？3年、はい、で卒業して、でイングリッシュナショナルに、はい、ここからね、もうプリンシパルになられてね、すごいですよね、本当に。どうでした、こうこのバレエ団に入団されてから、まあ、今ももちろん
まだまだ続いてますけれども、その中で特にこう思い出深いといいますか、印象に残っている出来事とか、例えばくるみの時とかにスパニッシュやってたんですけど、うん、コンペイトをやられてる方が、うん、こう足が痛いからっていう風におっしゃって、うん、で今すぐコンペイトの衣装に着替えてって言われて、その方に、うん、で、え、でもスパニッシュだからって言って、スパニッシュの髪型なのに、うん、結構スパニッシュは割と独特で濃いメイクもしてたので、その状態でコンペイトの衣装に着替えてこうスタンバイをしたりとか、うん、結局踊らなかったんですけど、はい、その方はもうなんか大丈夫って。海外はね、割とそういうこうね、そういうことありますよねなんか日本だとこう急遽代役っていうのってなかなかこう、そうですよ ね、やっぱりこう当日怪我でってなかなか少ないけど、やっぱ海外って結構その日に変わるっていう人が結構多いから、やっぱりすごいなと思って、危機を乗り越える力みたいなのがすごく素晴らしいなと思って、なんかパートナーとかもすぐ変わるので、うん、こう本番の直前に30分ぐらい合わせて、はい、すぐ本番みたいな感じなので、うん、それはなんかこう勉強になるなと思います、うんうん、プリンシパルとしての前でこう舞台に立ち続けるこう秘訣といいますかっていうのはありますか？やっぱりプレッシャーがあるので、やっぱプリンシパルとして踊るとなんですけど、やっぱりイングリッシュナショナルは結構みんなすごいサポートしてくださるので、うん、他のダンサーたちが、うん、やっぱりそれにすごく助けられてるなっていうのがありますね。なんかレーダーがすごいこう結構アットホームな感じ。そうですね、なんか若い子たちもみんなこう一段となってっていうか、レッスンやリハーサルで大切にしていることは何ですか？言われてすぐできないタイプなので、うん、宿題って言ったら変ですけど、すっごい考えます。で次の日にはこう良くなるようにすることですかね。一見こうバレエとかスポーツってこうただ体を動かせばいいだけと思われがちですけど、はい、やはりねこう頭を使うことってやはりすごい ね、 ね、大変大切なことですよね。じゃあ今後踊ってみたい作品というのは？もうずっと小さい時から言ってるんですけど、うん、マノンですね。あ、マノンはやはりなんか皆さんおっしゃいますよね。結構まだ踊られてないですか、ね、はい、レパートリーにもあるんです。ああ、そうなんですね。予定はどうでしょう踊れるといいんですけど。そうなんだ。このシーズンではあるんですか？はい、ないんですよ。ないんだとかね、見たいですね。しおりさんのマノン、女性としてのマインド編ということで、私生活のことにも触れてみたいなと思うんですけども、はい、自分流の美容習慣はありますか？クレンジングをしっかりすること。でもそれ分かりますめんどくさいよね、化粧。そうなんですよではこれからバレエ以外でも挑戦したいことなどはありますか？小さい時にピアノを習ってきたんですけど、うん、ピアノがあんまり好きではなくて、うん、母がこう鳴らせたんですけど、うん、でも今になってピアノを弾いてみたいっていう気持ちがすごくあって、で今初心者ですけど、うん、ちょっとピアノ初めて。そうなんですね独学ですけど、うん、いいですね。ピアノ弾けるとかっこいいですよね、うん、わかります。そしたらストレス解消法はありますか？ご飯を食べに行くことですかね。何が好きですか？ご飯。やっぱり日本食ですかね。なるほど。やっぱりホッとするので。人生の転機は何でしょう？なんかいろいろ考えたらいろいろ出てきて、ちょっと僕は決められないんですけどまあ一つはプリンシパルに昇格させていただいたことと、うん、あとは結構 K バレーに呼んでいただいたことがすごい大きかったです。そうなんですね。日本で踊る機会ってあんまりないじゃないですか、うん、日本の大きいバレエ団でこうゲストとして、うん、出演させていただくってことはやっぱりびっくりしましたし、うん、いや私でいいのかなって、うん、ちょっと思いましたけど、うん、やっぱりその日本のバレエ団で呼んでくださるってことはすごいなんかこう特別だったので、うん、活動の拠点がね向こうで、まあ、こういうね状況なのでなかなかね日本で踊るのっていうのが、はい、まあ、難しいかもしれないですけど、ぜひね日本で踊る姿を、ね、機会があれば見たいですね。長い誰かお金で呼んでください
お願いします。ということで今日は、加瀬しおりさんに、ゲストで来ていただいてお話をたくさん伺いました。いつも応援してくださってる方ありがとうございます。もっと日本で踊る機会があれば見に来てください。よろしくお願いします。